はい、レオンチャンネルです。今日はついにローソンのロッピー限定のフルボトルの引き換え日でございます。結構待ったね。11月の頭に予約して11、12、1、2ですから4ヶ月待ってやっと引き換え。定価は3700円で2200円の親子ペアチケットがつきますから、実質おもちゃは3点セットで1500円なんですけど、中にはキーホルダーとフルボトルとハンカチが入ってますから、早速開けて音声とか確認してみましょう。中にはロッピー限定のエグゼイドフルボトルのレベル1バージョンが入ってるんですが、普通のエグゼイドフルボトルは映画館の前売り限定で発売されましたし、割とこれがそんなに争奪戦ではなかったので僕は2個目も買いましたが、エグゼイド系っていうとドクターとゲームのフルボトルも発売してますので結構優遇されてますよね。はい、まずはこれがビルドラビットタンクフォームのミニタオルで、で、キーホルダーがこれね、アクキー。さらにフルボトルが来た！これがレベル1のローソンのロッピーで予約しないと手に入らない。1年前だとプロトガチャとかそういう風に販売されてましたけど、限定フルボトルですね。とはいえ、エグゼイドフルボトルと基本の見た目は同じなんですよね。ラベルの絵柄がレベル2のアクションゲーマーからレベル1に変わってて、それでちょっと印象が違いますし、ただ本体カラーとかキャップとかも同じだな。で、裏側のピン配列も共通ですよっていうのがもう予約時に書いてあって、むっちゃゲームわっちゃネームとか流れてほしいところ。まず先にこっち見ようか。要はこの3点で1500円で、まあ3700円なんですけど、実質1500円ですね。2200円のチケットがつきますから。はい、アクキーはそこまで大きくなくて、ラビットタンクのアクリルキーホルダーになっております。絵柄は、でもハンカチとは違うのか。絵柄はちゃんとオリジナルのものになってて、フルボトルと比べるとこれくらいのサイズ感で、映画館の物販コーナーで売ってるやつよりはちょっと小型ですね。そしてもう一個がミニハンカチで、一番くじで当たるやつとかと似てますかね。そんなに肉厚じゃなくてさらっとした簡単なハンカチで、四隅はちょっとラウンドになってて、ラビットタンクのボトルキャップデザインが入ってますね。かわいい。まあ、ちびっ子が持つにはいいですよね。そして今回のメインアイテムは、仮面ライダーエグゼイドフルボトルレベル1バージョンです。今一度ぐるっと見回すとこうで、これガンバライジングで QR 読み込ますとどうなるのかな？そこは変わるんですかね。で、シャカシャカアクションもできて、キャップ回転も OK でロックもしますし、デラックス版ですからここにピンも来てますね。基本は先に発売した映画の物販コーナー限定のプレミアムセット限定ですね。の仮面ライダーエグゼドフルボトルと変わんなくって、全く同じだね。ラベル以外は完全に共通かな。シャカシャカアクションとかキャップの感じとか、こっちもね、デラックス版ですから、キャップのカラーなんかも変わりませんね。では、ビルドドライバーと連動。エグゼイドで、変身。はい、アクションゲーマー変身サウンド。すごくない？ボトル1本でちゃんとサウンドが鳴るんですよね。レベル1フルボトルセット状態の見た目はこうで、思い切りこっち開いてますが、さらに必殺技。テイクアタックで、ここはいつもと変わりませんね。そしてフルボトルはどちら方向に入れてもエグゼイドからのレバーアクションで、
変身サウンドを鳴らすことができます。ちなみにこの仕様は、こちらのレベル2絵柄の方と同じで、こっちも1本刺せば、同じようにエグゼイドフォームの変身音が鳴りますので、ほんと仕様としては全く一緒ですね。ただ別で発売したドクターとゲームフルボトルに関しては1本セットしてもトライアルフォームサウンドしかなりませんので、これはちゃんとドクターとゲームを セットしないとベストマッチのサウンドがならなくって、ここで初めてエグゼドフォームサウンドが鳴りますから、そう思うとボトル1本でこのサウンドが楽しめるのはなかなか優秀ですよね。ちなみにレベル1フルボトルとレベル2フルボトルを同時にセットすると待機音声が鳴って発光ピンク、はい、こんな感じでエグゼイドフォームサウンドが2回連続鳴るとかそういう特殊な感じではなくて普通にトライアルフォームなので、予約時にページに書いてあった通り、ほんと仕様としてはプレミアムマイルケンフルボトルのエグゼイドフルボトルと全く同じものですね。ラベルだけが違う感じ。ただこの当時まだハザードトリガーとかありませんでしたから、レベル1フルボトル1本でスーパーベストマーチなるかな、やってみよっか。ハザードエグゼドフォーム。あ、なんないか。スーパーベストマッチなんないっすね。でもこれはドクターとゲームなら鳴るよね。ドクターゲーム、鳴った。スーパーベストマッチ、こっちも鳴るんだ。スーパーベストマッチはフルボトル2本差しでベストマッチする必要があるんですね。1本じゃなんないんだ。ちなみに当時スクラッシュドライバーも発売してませんので、セットするとディスチャージボトル、まさかの無機物扱い。レベル1は無機物だったんだ。トランスチームガンではフルボトルでいつも通りですね。ちょっとラベルが目立つかな。じゃあネビュラスチームガンだとどうなるかな。フルボトル、
同じだね。共通サウンドのファンキーアタックフルボトルという感じでいろんなパターンでサウンドを確認しましたが、やっぱり基本はエグゼードフルボトルと何ら変わりませんので、そう思うと1年前のプロトカシャットに比べてちょっと寂しめかな。まあでも見た目はある程度特別感ありますね。はい、ということでローソンのロッピー限定で予約販売された仮面ライダーエグゼードフルボトルレベル1バージョンを紹介しました。販売方法としてはローソンに行ってロッピーでピピッと予約すると、その場でまず前売り券はもらえますから、それはねすぐ使えるんですけど、おもちゃの引き換えまで約4ヶ月あって、そこが結構待つ感じでしたよね。ただ事前の情報通り一部絵柄以外はエグゼードフルボトルと全く同じで、そこまで特別なサウンドというか、まあ基本は本当にエグゼードフォームサウンドがなくで終わりって感じでしたね。ただこのフルボトル1本でサウンドがなりますから、そういう部分では結構変わってますし、とりあえずこれは予約限定アイテムですから、今から欲しいって言っても手に入れることはできませんので、そこはご注意ください。以上、ローソンのロッピー予約限定仮面ライダーエグゼードフルボトルレベル1バージョンの紹介でした。